どこに行ってみようかな。もし僕の推理が間違っていなければ、いや、間違っていた方がいいんだけど、もし倉石さんがもうすでに殺されているとしたら、おそらく凶器はあそこにあったボウガンだと思う。ちょっと見てこよう。ここは2階の物置だ。何かあるかな。棚の引き出しを開けてみた。え？ガラスの割れた額縁、その中にボウガン。いかついその弓には矢がつがえられていなかった。どこに行ってみようかな。書斎だ。やあ、ナオさん。お邪魔します。椅子で本を読んでいる日和に手を振って答えながら書斎へ入る。あのさ、日和。はいはい、何です？物置にボウガンがあるんだけど、矢がなくなってるんだよ。いや、だけですかい？そりゃ、なんか嫌な予感がしますね。だよね。ごめん、ちょっとうろうろするけど。ああ、どうぞ。用があったら声かけてください。うん、ありがとう。茶色い本棚には主に高藤氏の著作が並んでいる。他に何か読んでおいた方がいい本あるかな。これといってないかな。古そうな本棚だ。ここには主に雑誌が並んでいるようだ。ここにも特にないかな。あ、お城。館を訪ねて古城特集。明治初期に日本に輸入再建された旧ルロイ伯爵の居城を特集。別棟の一部分だけではあるものの、室内の調度品や武具などもそのまま輸入されて保存されている。室内が写真公開されているのはこれが初めてのことである。壁に飾られた巨大な斧、額縁に収められたボウガン、射撃可能な状態で保存されている。現所有者の実業家成瀬公康氏の行為により取材可能となった今回。白い本棚だ。ここにはいろんな本がバラバラに並んでいて整理されてないようだ。特に気になる本はないかな。ありがとう。じゃあまた後でね。ええ、行ってらっしゃい。
どこに行ってみようかな。そうだ、ボウガンで思い出したけど、悪魔の花園に出てくる斧は昨日僕が間違った推理で隠してしまったから大丈夫だと思うんだけど、温室に置いてあるあの斧、あれもやっぱり凶器になるんだろうか。温室に来た。うっそうとした温室内を見回す。あ、斧って、ここにある手斧も一応斧だよな。これはこれで隠してしまった方がいいのかな。ここに置いたものを凶器に使うかどうかわからないけど、放っておくのも心配だし、隠してしまうか。この辺りは花壇になっている。あまり手入れされていないのか、雑草が多い。もっさりとした葉の茂った茂みがある。ん？奥に何かある？茂った葉の間にどう見ても植物でなさそうなものが置いてある。覗き込んでみると、テレコとスピーカー？なんでこんなところに？植物に音楽でも聞かせるのかな？育ちが良くなるとかって聞いたことあるような気がする。何が入ってんのかな。テープは最後まで進んじゃってるみたいだけど、少しだけ巻き戻して再生してみた。何も聞こえないな。音量は、うわ、最大になってる。音下げて最初まで巻き戻してみようか。え？いきなりガラスの割れる音が鳴ったかと思ったら、テープはすぐに止まった。今のって、もう一度、ちょっとだけ巻き戻して聞いてみる。これ、最初の日の夜に聞こえたやつなんじゃ。だからどこの窓ガラスも割れてなかったんだ。テープを取り出してみると、裏表で120分録音できるものだった。テレコは古い型の安物のようで、自動的にテープが反転するような機能はついていない。ってことは、ここにセットしてから長くて1時間の余裕があるわけか。音が鳴ったのは、僕がお風呂から出て居間に戻った後で、その前はまだみんな居間にいて休憩時間になってて。ってことは、1時間前って、僕がまだ居間で気絶してたか、やっと目を覚ますかくらいの頃だ。このテレコは一応持ってっちゃおう。大事な手がかりだろうし、それにまた驚かされるのも嫌だし。このブルーシート、なんか気になるんだよな。なんとなくめくってみると、シートの下には地下へと降りる階段が伸びていた。どうしよう。降りてみる。恐る恐る階段を降りてみると、ガランとした空間に出た。なんで温室の地下にこんな場所が。あ、扉がある。あの奥はどうなってるんだろう。殺風景だな。扉がある。
ここは何の部屋だろう。うわっ！部屋に一歩踏み込むと背後で扉が閉まってしまった。なんだ、驚かせるなよ、もう。木箱の中に空き瓶が入っている。絵が飾ってある。古ぼけて色が飛んでしまっていて、何の絵だかよくわからない。この紙なんだろう。机の上にあった紙を拾い上げて見てみる。うん？詩なのかな。よくわからないけど気になるから拾っておこうかな。大きな棚がある。埃にまみれていて朽ちそうな書物が並んでいる。あ、一部だけ埃がすれてなくなっている部分があった。この本を抜いたのかな。埃が舞い散らないように気をつけて本を抜き出してみる。背表紙に書いてある文字からして英語ですらなさそうなので何の本かもわからないけど、開いてもわからないな。パラパラめくってみるが、やっぱり読めそうにない。あ、なんか挟まってる。これ日本語だ。真ん中あたりに違う紙が挟まっていた。日本語で書かれているので読めることは読めるけど。なんだ、呪いって。意味がわかんないけど、外国の詩か何かかな。なんか気になるからこれは持っていこう。扉がある。え、あれ、開かない。取っ手がないし押し開けるしかないと思うんだけど、押しても動かなかった。ここからは出られないのか。これは扉。そーっと触ってゆっくりと押してみた。あー、動いた。押せば開くんだ。扉の向こうにはまだ薄暗い通路が続いているようだ。行ってみよう。ここは何だろう。そーっと扉を開けて顔を覗かせてみると、なんか床の上に、うわぁ！床の上に固まっていた何かが、シャーッと変な声を上げながら、四方八方に散っていく。ヘビ？ヘビ？こっち来ないで！うわぁ！来ない！来ない？僕の方へは来なかったみたいだけど、薄暗い部屋のどこかに潜り込んだのかわからない。なぜか抱きかかえるようにしがみついていた扉からそーっと離れて部屋の中を見回してみる。どこ行ったんだろう。あ、いや、出てきてくれなくていいからね。僕もちょっと部屋の中見たらすぐ出ていくし。ヘビ、出てきませんように。朽ちかけた木の椅子のようなものがある。なんだか湿ってる。
壁際に雑草が生えている。木箱が置いてある。中に何かいたりしないよな。なんか白いものが見えるような気が。蛇だったらどうしよう。そーっと覗き込んでみたが、動くものはいないようだ。ああ、なんだ。髪が落ちてるみたいだ。なんだろうこれ。なんか不気味な詩みたいな。よくわからないけど、一応拾っていこう。木箱の中にはもう何もないようだ。けど、なんか地下迷路とかいろいろあるくらいだし。ちょっと箱を持ち上げてみた。なんかゴミの塊が落ちてる？ビニールみたいに見えたので何気に手を伸ばそうとしたが。うわっ！蛇の抜け殻だった。何か落ちてる？なんか、骨。みたいな。何？何の？サイズからして何か小さい動物だろうけど、ネズミとか。思わず目をそらして手を合わせた。扉がある。外に出よう。ここは、なんか見るからに怪しい雰囲気のような。あの不気味な人形みたいなのなんだよ。室内を見回してみる。なんだか不気味な絵がある。うわ、骸骨だ。死神なのかな。異様におどろおどろしいタッチで怖い絵だ。変な円盤と人形の前の床に一段高くなった部分がある。なんだろうこれ。なんか足場みたいな。乗ってみようか。そうか。ここでさっき拾ったメモが役に立つのか。意地悪な魔法使いが4人。魔法の印を囲んで遊ぶ。印は日が沈む方しか照らされない。呪いをかけよう。呪われたら負けだ。呪いの印に腰掛けるのは誰？リックは嘘をついた。僕は南に座ろう。ポールは聞いてない。金色は僕の右へ来い。デイブは気づいた。おや、ポールが南にいる。キースは信じた。じゃあ僕は空いている東へ。呪われたのはキース。かわいそうなキース。キースは騙されて呪われた。
呪いをかけよう。呪われたら負けだ。呪いの印に腰掛けるのは誰？リックは考える。僕はキースの右に座ろう。ポールは指示する。デイブは青いのの正面へ行けよう。デイブはうなずく。わかった。ポールの左側だな。キースは頼んだ。今度こそ東に座らせて。呪われたのはデイブ。悲しそうなデイブ。デイブは裏切られて呪われた。呪いをかけよう。呪われたら負けた。呪いの印に腰掛けるのは誰？リックはご機嫌。僕は黒の右側に座るぞ。ポールは威張る。キースを僕の隣に来させるな。デイブは逆らう。嫌だ。東は僕が座る。キースは知らん顔。僕は赤いのの正面へ。呪われたのはポール。悔しそうなポール。ポールは見捨てられて呪われた。意地悪な魔法使いが4人。照らされた印は呪いの印。呪いの印に腰掛けたのは誰？開いた！溶けたんだ！ほーっと肩で息をする。奥にも部屋があるみたいだ。ちょっと怖いけど、せっかく開いたんだし入ってみよう。何度も呪わせちゃってごめんな。魔法陣の上の人形にちょっと手を挙げて奥の部屋に向かう。恐る恐る室内に踏み込む。当たり前だが、人の気配はなかった。誰かいたら嫌だよ、こんなところ。一体どういう部屋なんだろう。あんな仕掛けで隠してあるなんて、普通の部屋じゃないよな。あの絵は。部屋の奥に古ぼけた絵画が飾られていた。額縁に小さく文字が刻んである。LEROY ルロイ。不気味な室内を見回す。
肖像画みたいだけど、色あせてしまっていて顔がほとんどわからない。ぼんやりと豪華そうな衣装を着た男性っぽいように見える。この髪だけなんか新しいような。あれ、これ館の見取り図だ。この館の見取り図が置いてあった。一緒に何かメモのようなものが挟まっている。見取り図の方はなぜか2階と地下にバツ印がつけられていた。ここだけ埃が少ないし、見取り図の印はインクが焦ってない。こっちのメモは英語でもなさそうだけど、A 文字で6行ほどの短い走り書きがされているが、全然読めない。ちょっとかすれてるし、このメモは古いものなのかな。よくわからないけど気になる。これは持っていこう。もうラジオでニュースやってるかな。